皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今回は加藤学園行修中学校の塾対象説明会、その時の内容についてお話したいと思います。この説明会2時間の時間の中にものすごい量の情報ね、いろいろもらったんですけれど、今回はその中でも各コースとその受験科目、これに絞ってお伝えしていきます。まず中高一貫コース、ここには一般選抜のクラスがあります。一般選抜、ここのクラスでは国語、数学、英語で習熟度別の授業を行っています。このため自分の実力に合った授業、これを受けることができます。そして各学期に1回程度、編成、メンバーの編成が変わるようです。この一般選抜のクラスの入試科目、国語、算数、各60分、それから面接があります。これは保護者との同伴になります。国語の問題、これには聞き取り問題が入っています。聞き取り問題はもう聞こえたもの、これをメモしながらやらないとちょっと答えるのは大変なようです。それから特別選抜クラスがあります。これは定員が15名です。小学校での英語貴修者の対象で難関大学、ここに進学する生徒、これを対象にしています。入試科目は国語、算数、これが各60分、そして英語、これが40分になっています。それから面接、こちらはやはり保護者の同伴になります。ここの国語ではこの聞き取り問題はありません。そしてここでちょっと注意しなくてはいけないのは、この3教科あるんですが、国語と算数、この2教科について合格点を取った人だけね、ここで2教科で合格した人だけが英語のテストを行う、このようになっています。またこの特別選抜クラスは一般選抜と併願することができます。では次のコースに移ります。中高一貫コースの中にアルファコースというのがあるんですね。これは最初からあったコースではなくて、中学2年生の3学期、この3学期に実施される判定試験というのがあるんですけれど、この判定試験の合格者だけで作っているクラス、1クラスあります。このクラスは高校3年生まで同じメンバーで学習する、勉強することになります。クラス外がないんですね。それから中高一貫コースの他のもう一つのコース、これがバイリンガルコースです。バイリンガルコースは英語だけで学ぶ科目の割合が45%から55%、高校になると 75% 英語だけで学ぶということになります。全ての教科のプログラム内容、これは国際バカロレア方式 IB 方式で行われています。もちろん文部科学省で認められている、学習です。入試科目は国語、マス、そして英語、それぞれ60分です。普通算数がマスになったんですね。面接、これも他のところと同じで保護者同伴、ただし質問は英語と日本語両方でされます。国語以外の問題は全て英語で表記されています。昨年までは算数の部分、今マスになっていますけど、算数が日本語と英語のどちらかを選択という形になっていたんですが、これがなくなりました。今回は加藤学園行修中学校、こちらの説明会で得た入試の内容とコースについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。